ジョスナガです。今回はバリスタを使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。さあ開幕抜くぜ。私はいや抜かれる。おいアウチやだ。いやー砂楽しいよ。砂やっぱ楽しいな。やっぱ砂のこのドミネーションのね、ドミネーションガチ的な感じだけど、スナイパーはこうね癒しみたいな、そんな感じですよね。言うてね、さながら私はそういうの嫌いじゃないぞ。あーもう一人いたのか。いやーみんなね僕のこの QS が好きらしいんでね、僕も QS 好きなんですよ。そう DS は苦手なんでね。はい、やっぱ QS がなんかねこうすっきりするんだよね、やってても。はい、2位はこっちにいる。危なー、ちょっと狙った。危ねー。あーはいすーげー負けてる。頑張れー。よっしゃー、いいねーって。へへーイエーいいね。多分こっから来るな。おえー待ったー反勝どこだ、いるだろ、そこにいるのか、どこにいるのか、そこ。おい今の撃つの早すぎ。ちょ待って待って、あ危ねえ。あなんですり抜け。おいえ今のすり抜けるやつ、いるいる。おいいねえ、うん、の動き方がなんか怪しいんだけど。おっしゃ、はい、お疲れちゃん。ここ奇獣こいや、お前が奇獣か。おいお疲れ、はっはっは。こっちにちょっかい出したこと後悔させてやるよ。はい、というわけで今回はねいろいろスナイパーをやってまいりました。やっぱいいですねスナイパーはね。いやーとてつもなくこのスナイパーというものに惹かれますよこのゲームは。いっちゃった、はい、追いつけねー、追い越せねー。どっか消えてもた、いるいるいる。これいや今回はねあれなんですよ、スナイパーでまあちょろちょろとねまたやっていく感じで。やばい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 、あれは QS で狙えないけど。おい来たー、いいねー素晴らしい G ショット。まあ反射ですね悔しいな反射。待って、いやリスキルはやめてあげてよスナイパー。まあそれきついんだから。結構よしよしよし、あっちにもいる、あっちにもいる。あー無理、狙えん。これ後ろから来るか、敵どっ。ナイス味方さん、素晴らしい。上になんかった。あー厳しいいやーでもほんと最近ね衝撃的なニュースがあったんですよ。そう私のね、私のなんだろうな、いろいろなものをすごいなんかこう人皮むけさせてくれたのか何なのか分かんない、あの有名な、あっアンリさんが、アンリさんが引退してたんですよ。びっくりしましたね本当に。いやー今年一番の衝撃引退ニュースですね。もう驚きを隠せませんよ本当に。はあ本当ね衝撃がね、ななかに衝撃、いやななか衝撃走るって感じで本当に。いや本当にねいつの間にか引退されてたというね、普通の女の子になると言いながらキャバ嬢になるという、なかなかこうすごい、あ夜の世界
なんだなっていう、そういうね、面白い、いや面白い、すごいね決意表明をされて、あ普通の女の子になっちゃったなっていうね、もうシミケンとの絡みないのかって思うとちょっと心が痛みますね。うん、非常にね、悲しいニュースですね。まあでもやっぱり本人が決めたことなのでね、すごい綺麗な字でありがとうございましたという感じでね、書いてもいたので、あやっぱりこれはね心のこもった字だなって思いながら、僕はインスタグラムをそっと閉じました。はい、インスタグラムってそういう使い方もできるんだねって思いながらね、僕はインスタグラムやってないんでよくわかんないです。インスタグラムってあれ写真をなんかね、投稿するのがメインな感じのね、まあ今ちょっと流行ってるあれですよね。多いね今日、めっちゃスナイパーの調子がね、反射なんです。あごめんごめん、君待ってよ君はごめん、今欲が出た今欲が出た、ハンドガンで2人抜けるかなって思ったけど、ダメだダメだ、スナイパーとしてそれをやってはいけないなって思って近畿を犯すところでしたね。待て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 、君君君君君、はい来たG 当たる、オッケーオッケー、今日本当にスナイパー楽しいな。はい来た、神かなあ待て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 、あまあさすがにねこれはねすごいな、いや今回今日すげえわスナイパーの調子が、超楽しいもん。いやもうなんかドミネーションやってて、もう死ぬ思い、もうティヘド吐きながらドミネーションやってたんですけど、それをなんかすごい変えてくれますねスナイパーは。明るいね気持ちにさせてくれる、悲しいニュースの後にも。ナイス、大丈夫かな、上の方が気になるな若干、こっちのね方から、あ下から来るかも、あ間に合わんかったサオリー、勝負戦の回っていうね。あもうじらしじらしますね、ほんと。はいオッケー、うーんもうさながらリスキルだよねこれは。あべ、はいお疲れ。いやー BO2 の砂めっちゃ楽しいわ、ほんと死ぬほど楽しい、死にまくってるけど、いやほんとに楽しいですね。やっぱなんかザ・スナイパーって感じが。おい来た、今回待って待って、そんな露骨に狙わなくていいよ私はやばい、勝利を狙ってけ、うんここ来るかな、いや来ない、この真ん中真ん中じゃなかった、あリス変わってんのかこれ、なるほど、うん、当ててきた、敵さんもやりますね本当に、いやよっしゃ、もう今回はね比率ではなく QS メインで、やっぱ QS が楽しい。お最後も反射で決めていくという感じでね、終わってきましたけど、今回どうでしたか皆さん、 QS いいよね、なんかやっぱりね僕の中でスナイパーのなんかスマートな形、この QS っていうのはやっぱりね極めがいがあってね、こんな5年経ったゲームでもまだまだ僕はこう足りないところがあるような、まああるようなというかありますので、ちょっとねまたちょっとスナイパー練習しておきますね、ちょっと楽しいんで。はい、というわけで今回はこんな感じで、皆さんお待たせいたしました、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。みんなもね忘れないであげてください、一人の有名人がね女の子に変わりました。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。